経済学部4回生です。経営学部の3回生です。よさこいサークルソーランです。普段は本当によさこいを自分たちで振りを考えて、衣装とかも考えて、それの練習をずっとしてます。最初ストレッチちょっとして、そこからはもうあとはひたすら踊るって感じですか。3時間ぐらいです。約基本はツイッターとインスタをやってるんで、そこから DM でずっと見学気になってますとかに連絡くれたら、そこから LINE とか追加して活動日の連絡を取って、来れる日に来てって感じです。そうですね、ほぼみんな未経験なんで入りやすいかなと思います。そうですね、まあ、人数も、まあ、少人数なんでみんな予定合わしやすいんで、まあ、自分の時間を使いたい時は使って、みんなが予定合う時に合わせやすいかなって思うんで、あんまその辺は支障はないかなと思います。授業はこうしんどいこう勉強をした後に、そのみんなでこうワイワイしながら楽しい時間が待ってるっていうのがあったんで、そんなに両立が難しいとは思ったことないです。他のチームさんとかと交流会っていうのがあって、そういう交流会で他の大学の人と仲良くなったり、土社会人のチームさんと仲良くなって、その会社の話を聞いたりできるんで、なんか本当にコミュニティが大学外にすごい広がるんで、そこはすごい魅力かなとは思います。やっぱりよさこい人数少なくても楽しいんですけど、やっぱり大人数で踊る方がやっぱりステージ上でもこう映えるんで、すごい楽しいんで、常に人が欲しいです。いつでもウェルカムって感じです。僕は2年 そのサークル入るまでどこのサークルにも入ってなかったんで、その学校内 そのサークルの友達付き合いというか、そういうのはそのよさこいでできて、結構そこは変わったかなと思います。他の大学の人と交流会を運営したり、お祭りを運営したりっていう、結構前に出るより後ろでやるのが多かったんで、人前でこうそういうアピールしたりするのにはちょっと前よりは慣れたかなとは思います。大経大はその人とのつながりが強い大学かと思うので、相談とかしやすかったりするので、そういう面が、まあ、いい点かなと思います。そういう相談する友達を増やしたいって思う気持ちがあるんだったら、ぜひよさこいサークルに来てください。お願いします。